はい、こんにちは。田中美やです。私ですね、フリーランスで構成作家、リサーチャー、ライター、翻訳家などをやらせていただいてるんですけれども、このチャンネルでは私が普段目にしたニュースであるとか、普段の生活から思ったことをどしどし共有していくっていう趣旨でやらせていただいてるんですけれども、今回のテーマは、ディレクターと AD は役職を明確に分けるべきではないか。 っていうことについてお話しさせていただこうと思っております。えっとですね、私、あの、冒頭で申し上げた通り、あの、主にテレビ業界でお仕事させていただいてるんですけれども、でま,まあ、業界の中で、まあ、構成作家であるとか、リサーチャーであるとか、まあ、ほとんど構成はやらないんですけれども、リサーチャーとか、そのあたりで関わっていて、で、まあ、 えー、もう15年目ぐらいに入るんですね。あの学生時代から構、ね、成作家として構成作家の事務所に入らせていただいて、えー、そのまま、えー、1415年い、えー、続けてる感じなんですけどもフリーランスとして。でまあ,あの今でこそほとんどその現場とかっていうのは行く機会ないんですけどっていうかもうほ,ほぼ行ってないですね。ただそあの、まああま 5年ぐらい前まで、ん ?6 年ぐらい前までかな。えー、まあ、収録現場に、えー、行かせていただいたりとか、えー、まあ、ごくまれに、えー、撮影の現場とかにも、えー、行ったことがあるんですけれども、若い頃は。で、ふとそこで思っていたこと,ふと、ふとそこで思ったことというわけでもないんですけれども、まあ、テレビ業界って、まあ、 有名なのが AD さんっていらっしゃるじゃないですか。皆さんもごイメージあると思うんですけど、AD ってそのすごく仕事が過酷で、まあ、AD って一般的にディレクターになるための下積みの修行機関と言われていて、入社したての新人の方がよく3年とか5年とか、その AD とかをやって、それで予約ディレクターになれるっていうような道筋が今、一般的なんですけど、テレビ業界では。 でまあ、その, AD, の仕事 AD さんの仕事ってあのディレクターの、まあ、今日本では下っていう位置なんで修行という意味なんでその撮影現場を学ぶためにこういろんな雑用をやらされたりとか、まあ、スケジュール管理であったりもそうですしあのまあちょっと今どうなってるか分かんないんですけども、えー、ロケ車の手配であるとかドラマとかは、まあ、制作部があって、ま、あの AD さんとはまた別の方がやってるという話もあるんですけれども。 あのまあ撮影現場の役者のケアであるとかえどうやってうまく回していくかとかもう本当にありとあらゆる小道具の準備を手伝ったりとかえバラエティ番組とかだったらそうですねなんかそうセットまあセットはまあ舞台さんがいま,すいますけれどもまあそのちゃんと簡単な小道具出演者が使う小道具であるとかまあこれが明日までに欲しいみたいなものがあったらえ買いに行ってとか自分で作ってとかそういったこともやんやなきゃいけないですし。 あのまあ、えー、撮影現場をうまく回していくためにあ,もうあらゆる雑務っていうのをやるのが AD という仕事なんですけれどもだからなあの24時間本当に寝ずの体制で働いていらっしゃる方もいらっしゃったり今は働き方改革がテレビ業界にも及んでるんで昔ほどではないんですけど私が若い頃とかまだそれがなかったんであの、まあ、AD さんといえば。 まあ24時間、えー、徹夜で、えー、24時間働いて、えー、なかなか家にも帰れずっていう日が何日も続いたりとかっていうようなのが当たり前だった感じではあるんですけどね。で今どうなって今はそんなこともないんですけどまあ今それが言いたいわけではなくって今回の仕事はその AD が大変だからっていうわけじゃなくてそもそもだからといってその AD さんとしてめちゃくちゃ優秀な人ってすごくいっぱいいるんですよ。えー、ただ その何が問題なのかっていうとこれあの実はあの冒頭で申し上げ忘れたんですけどジョージさんとあのガイドクチャンネルの男磨きチャンネルやってるジョージさんとガイドクチャンネルの三谷さん、えー、っていう方が、えー、対談してる動画があったんですねでそこで見てての三谷さんの発言がすごい印象深かったんですねあのー、AD とディレクターはなんか競技が違うみたいなことしちゃったんですよ 役割、求められるものが違うと。AD としてすごい雑務とか雑用がすんごいできたとしても、それが必ずしもディレクターとしての能力につながるわけではないみたいなことを、あの、端的に言うと、そのようなことをおっしゃってたと思うんですね。私の記憶が正しければ。で、まあ、あの、三谷さんという方はその編集を自分で、こう、AD の時に学ばれて、それが あのにすごく役立ったあのそあの AD にそ,そもそもそこまで求められないことが多くってただその自分はディレクターになりたいからあの編集でその演出の方法とかを学んでったみたいなことをおっしゃったんですよ。なんでそのディレクターと AD ってそもそも求められる役割が結構違うんですよね正直。あのまあディレクターに必要なのって演出なんですねやっぱり。 ま、ちゃんと、あのー、学ばないあのー、どうやったら撮影現場がうまく、えー、回るかっていうのは、ちゃん、絶対それは必要なんですけど、特にバラエティとか、でもドラマとかでもそうなんですけど、えー、ただ、その、やっぱり求められるのって、すごい面白い VTR を作る、面白いドラマを作る、えー、っていうことだから、その、求められるスキルって、あのー、絵作りであるとか、どう、 エンターテインメントを作るかっていうところなんでそのディレクターと AD ってそもそもあの AD はその撮影現場を切りうまく回すための立ち位置ってことに集中してるんですけれどもで、まあ、雑用雑務とかをそれに付随する雑務とかをこなしていかに現場をうまく回るかっていうふうにそれのをアシストするっていう立場なんですけどそれってその演出力と相関関係はあっても 決して決してあの？直接そこに繋がることはないんじゃないかっていうのがすごい。僕の考えでありまして。なので、その ad からディレクターになれるっていう道が、そもそも僕は続けるべきなのか、どうかっていう風うに思ってるところがあるんですよ。その ad がディレクターとしてディレクターの下積み期間みたいにするんじゃなくって、あの完全にそのディレクターと。 AD さん、えー、完全に職種を切り分けた方がいいんじゃないかなと思っていてあのアメリカのハリウッドの、まあ、映画なんでテレビ番組の制作作りとそんなにえちょあの似て非なるところあると思うんですけれどもその前提の上であえてお話ししますがハリウッドだとあの監督と助監督って助監督って映画だとその監督の下積みとか,なんか使い走るみたいなイメージじゃないですか日本だと。違て アメリカだと監督は監督、助監督は助監督で。立場が完全に平等で、で、その助監督から監督になれるっていう道はないんですね。なぜかっていうと多分これ求められる職種、職能が違うからだと思うんですけれども、あのー、その代わり、その監督はやっぱり演出に集中するから、いかに面白い映像を撮れるか、良い映像を撮れるか、えー、っていうのに集中して、役者に演、 えー、稽古延期,延期指導をしてどう回していくか、えー、どう、えー、良い作品を作るかっていうのを集中する助監督はその撮影現場がいかにうまく回るかなんでやっぱりそのハリウッドは多分すごい合理的に動いてるんで、あのー、職能が違うっていうことにいち早く気づいてるんだと思うんですよねなんでその今は、まあ、昔ヒッチコックの時代こそ助監督から監督になる時代、えー、監督になるコースはあったんですけど今はもう完全に独立してて、えー、それぞれがでその代わりもうギャラとかも 権限とかももう完全にいい分なんですよね。多分日本でもそうした方がいいんじゃないかなって思うところはすでに心を考えていて、やっぱりその先ほどあの優秀な A.D. さんたくさんいるって私、えー、申し上げたと思うんですけれども本当にたくさんいらっしゃるんですよ。ただその優秀な A.D. これよく言われることなんですけど、えー、優秀な A.D. が優秀な D になれるわけディレクターになれるわけではない。 っていそのやっぱりその多分皆さん求められる役割が違うっていうのに多分薄々感づいてらっしゃるのかなと思うんですよねディレクターと AD だと。あのちょっとこれ個人的な偏見と独断と偏見入ってるしあのすご極端な例なんで全員が全員それに当てはまるわけじゃないんですけれどもあのまあ 優秀な、AD、さんたくさんいらっしゃるって何度も申し上げたんですけれどもすっごい私たちも感謝してるんですねそういった方々があのすごいうまくケアしてくれるしこっちを、えー、あの僕の方もケアしてくれますしそのうまく回してくれるようにすごい頑張ってくれてますしそれはすんごいありがたいんですけどただそのただそういったスキルがうまい人ほどディレクターとしてあのすごい あの、ちゃんとした面白い映像が撮れるかっていうと、なんか、逆の傾向があるなっていうのは、正直思うことはあります。あの、そういった方々、ま、も,もちろんその、その現場の仕切りがすんごいうまくって、演出もすごいうまいディレクターさんっていると思うんですけれども、あの、ま、一般的な傾向として、これあの、人間対する考え方みたいになっちゃうと思うんですけど、あの、ま、 面白いとかこうめちゃくちゃこれすごい面白い企画作るなとか、えー、すごい面白い演出するなっていう人ってえてしてそのまあ偏見も入ってますけどちょっとそういった雑務とか雑用的なものが苦手な人って多いんじゃないかなと思うんですよ。なんていうかぶっ飛んでる人ネジが外れてるような人。だけどだ,だからこそ面白い作品作れるとか。 <laughs> なんかすごい違った角度からアップローチしてこんな映像作ってみましたわわすごいみたいになる時ある,なる人って多分結構そういったまあある意味そのええー、の生活がええー、まあ破綻って言い方おかしいかもしれないですけどあの結構そのエキセントリックな生,活、えー、生き方してる人の方が、えー、面白い映像とか撮れると思う。 取れる傾向にあるんじゃないかなと個人的に思っていて。で、だからこそ、えー、でもそういった人って結構雑用的な部分が苦手だったりする人って多いと思うんで、で、ただ AD として評価される。えー、誰、誰もがディ,、えー、ディレクターになりたいと思って AD になるんですけど、その AD になった時 AD になった時に評価されるのって、そのエキセントリックな人、部分がある人じゃなくって、その雑用がめちゃくちゃ上手い人だったりするんですよ。 雑務がめちゃくちゃゃく上手い人だったりするんですでその人が例えばディレクターに昇格しますでもちょっと面白い映像撮れませんでしたって。で <laughs> なってそのせっかく面白い人材面白い映像撮れそうな素養がある人が辞めてってしまうっていうような、えー、ことになってないかなって僕思っているところがあってそれってすごい損失だなと思うんですこれは本当に AD とディレクター分けるべきって言ってるの今んところ周りで僕だけなんで本当に僕の独断と偏見入ってると思うんですけど多分そうなのかもしれないですけどなのでちょっと取りこぼしってのが出てきちゃうと思うしその本来そのディレクターとしてあまり向き不向きってやっぱり正直あると思うんで向いてない人がディレクターになっちゃってえそれでなんかえー 面白い映像を撮れなくてうん毎日伸びなかったなみたいになるのってなんかテレビ業界全体にとっても損失だと思うしなんかそういうことって実際起きてないかなって、えー、ふと思うこともあってでだからこそそれなんか今ちょっとテレビ、えー、まあもちろん予算の関係であるとか、えー、人間の、えー、趣味思考が多様化したからっていうのがもう一番の理由だと思うんですけれどもそれ以外にもやっぱりそのテレビコンテンツ自体のがなんか今ちょっと衰退してるっていうのはやっぱそういったそのなんか 昔いたような解雇、えーまあね、主義じゃないんですけどもね解雇主義じゃないんですけど私今も今まですごい面白い人材の方いらっしゃるとは思うんですけどまあそういったそのディレクターとして本来、えー、やるべき方がディレクターになれてなくってでまあ、えー、ディレクターとしてディレクターよりはちょっと、A、AP とかプロデューサー的な人がなんかディレクターになってそれで回してるからちょっとあの、えー、演出をするためになんかそういった 今ちょっと言葉を選んで言ってますけれども、えっと、まあか、こう、今、えー、まあ、これちょっと、あんまり、えー、どうなんだろうっていう映像ができちゃったりとかって、そういうことってないかなって、えー、僕、思っているところはあります。えー、なので、その、ディレクター、AD さん、えー、僕、個人的には、結構そこは、えー、分けていって、 あの完全に立場平等でってことをやっていけば多分なんですけれどもその、えー、ずっと AD でいいですってい人いると思うと思うんですよあのそっちの方が向いてる人にとってはそっちの方が多分幸せだと思うんででまあ例えば、まあ、CM 業界とかだとプロ,プロデュクションマネージャーと企画演出力とて,ても完全に分かれてるんでそういったのでもいいと思いますなので AD さんも名前をあ故障を改めた方がいいかもしれないですよね まあ日本テレビってヤングディレクターという形であると思うんですけどもディレクターでもないと思うんでその AD として優秀な人ってどちらかというとまあ AP さんとかもすでにアシスタントプ,プロデューサーさんとかいらっしゃると思うんですけどまあそれに近い形でもいいと思いますし撮影応援っていう形になるともいいと思いますしまあ AD さんとして優秀な方ってまあディレクターとして優秀じゃないパターンもあるんでその方ってどちらかというとプロデューサーになったりすることが多いんですね。 プロデューサーのディレクターほど演出力が求められないから、どうせ言うと現場を回すっていうの近い AD, AD さんに近い形になるんで、まあ、どうらかというと AD さんはもうディレクターじゃなくてプロデューサーの足掛かりとして存在するような形でもいいんじゃないかなと思っています。 ディレク現役の業界の方 <laughs> ご覧になってるかもしれないですけれども、えー、もしご覧になっていたら私の独断と偏見とか、えー、ありえと思うんであのもしよければ、えー、コメントいただいてそれはちょっと違うよって全然意見でも全然いいと思う全然嬉しいんで、えー、いただければと、えー、思っております、えー、この動画をご視聴いただきましてありがとうございました、えー、もしこの動画が良いと思った方は高評価並びにチャンネル登録の方よろしくお願いいたします それでは。